はい、皆さんこんにちは。ボルニオ TW ゴルフチャンネルへようこそ。今回は私の動画レッスンで最初の動画になります。非常に大事な動画になるので、皆さん最後まで見てください。では行きましょう。今回皆さんとお話ししたいのはグリップについてです。今回は最も効率の良いグリップについて説明したいと思います。ゴルフのグリップにはウィーク、スクエア、ストロングとありますが、果たしてどれが一番効率良いと思いますか？もっと簡単な表現で言うと、どれが一番飛ばせるグリップになるでしょうか？それが、答えですね。簡単ですが、フックグリップになります。ではなぜフックグリップが飛んでウィークグリップが飛ばないのか、その詳しい解説をしたいと思います。ここでポイントになるのが左手の親指の位置です。はい、ここでちょっとクラブを使って解説したいと思います。先ほど言った左親指の位置ですね。フックグリップの場合はシャフトの右側に親指が来ると思います。で、ウィークグリップの場合はシャフトの左側に来ると思います。で、スイング中、腕はローテーションします。で、その時にこう左手親指の位置が非常に大事になってきて、ウィークグリップの場合こうバックスイングした時に、親指がこう上になって、クラブを支えることができません。ですがフックグリップの場合はこのように回転させるとしっかりと親指の上にクラブが乗ります。で、ここからしっかりと親指で押しながらフォロースルーを出していくことが可能になります。これが、一番の理由です。これだけの差ですが、これが非常に大きな要因になってきます。はい、そしてもう一つは、手首の角度でその腕のローテーションの回しやすさが変わってきます。ウィークグリップは手首が、内側に折れます。この状態でこう回転させるとこれが意外と難しくて結構それなりに力が必要になってきます。ですが、フックグリップですね、フックグリップの場合はこう手首が、外側に折れます。で、この状態で回転させるとこう簡単に腕をローテーションできます。で、これが2つ目の、要因ですね。もう本当にやってみたら分かるんですけども、全然その違いが分かると思います。はい、今説明したように親指の位置と手首の角度によって、リリースのしやすさが変わってきます。つまり、ボールに伝える力が増すわけですね。親指できっちりクラブを押し出せるようになります。これが、フックグリップが飛ぶ理由です。はい、これで、大体フックグリップが飛ぶ理由が分かったと思います。ですが皆さんは、フックグリップっていうのを、結構嫌います。なぜかというと、引っ掛けるっていうイメージがあるからですね。ですが多くのプロゴルファーはフックグリップを採用しています。そしてそれでボールをコントロールできています。つまり、フックグリップでも、コントロールできるということになります。
ただその使い方を知らないだけですね。というよりかは、その使い方を説明している参考書なり、YouTube の動画なり、今現在、ありません。でそれを今回私が、説明していきたいと思います。はい、ではクラブを使って説明したいと思います。多くの動画ではこの左手首をダウンスイングの時にここをこういうふうに内側に折りながらこう下ろしてきてクラブフェースをスクエアに戻すという説明が多くされていると思います。ですがこれはグリップによって違って、これはどっちかっていうとスクエアグリップとウィークグリップに当てはまります。スクエアグリップ、スクエアグリップの場合はこう手首を内側に折らないとクラブフェースがスクエアに戻ってきません。はい、でこれがストロンググリップの場合ですね。でそれを同じようにしてしまうと、ご覧の通り同じ角度で、先ほどと同じ角度で、手首を内側に曲げてインパクトした場合、クラブフェースが閉じてしまいます。なので、フックグリップの場合はですね、手首の角度を変えないということが大事になってきます。つまりそのままですね、手首を変えずに戻すで出していくっていうスイングになります。で今回はちょっともう一つとても大事なことを説明しようと思います。先ほど説明したようにウィークグリップだとウィーク、スクエアグリップの場合、インパクトをした時に、手首が、内側に折れてインパクトします。ストロンググリップの場合は手首が、外側ですね、これは、アドレスと同じ角度になるんですけども、同じ角度でインパクトできます。はい、この違いっていうのはかなり大きくてですね、スクエアグリップで握って、手首が内側に折れてインパクトをした場合、ボールが当たった時の衝撃で、こう手首がこっちに折れやすくなります。でこう折れた時に、この手首の角度を維持しながらスイングするのが難しくなってきます。こうどちらでもこう動いてしまいますね。で手首がこっちに曲がると、この手首の、角度を維持する力っていうのは、非常に弱いですね。その点、フックグリップだと、手首を外側に維持したまんま、インパクトできます。でこちら側の方が、内側よりかはもう全然角度を維持しながらこうスイング出していけます。はい、で皆さん間違ってはいけないことは、こうフックグリップで先ほどのように手首を内側に折ってインパクトを迎えないことですね。こうするともうフックしか出ません。これが引っ掛けの原因です。はい、これを理解すればフックグリップでもまっすぐ飛ばすことができます。はい、は
はい、皆さん理解してくれたでしょうか。はい、それでは左親指の正しい位置を、教えたいと思います。はい、では説明していきたいと思います。左手のグリップ、はい、左手の親指の角度ですね。その角度っていうのはだいたい気持ち30度から40度右に傾ける位置になります。でその位置がちょうどインパクトした時に、しっかりと、クラブをこう押し出せる位置になります。はい、そうすることによって自分の持ってる力、まあ、スピード、クラブヘッドスピードも上げることができますし、持ってる力を十分にボールに伝えられるようになります。はい、これが大事ですね。はい、この位置です。はい、でこれがもしこう、まあ、スクエアグリップの場合ですね、こうインパクトした時にこう手首が内側に折れて、親指の位置がこう結構こう真上からちょっと左側になります。そうするとこう親指で押せない、押せません。そうすると自分の持ってる力を 100% クラブに伝えることができないので、そこもちょっとロスになりますね。なので、フックグリップに比べて飛距離が出ない原因になってます。はい、左手親指の角度っていうのをご理解していただけたでしょうか。右に30度から40度、これが、ベストなポジションで、守ってる力を 100% ボールに伝えられる、位置になります。で一番参考になる選手は、まあ、やはり、ローリーですね。彼のグリップはもう、完璧です。でしかも、もう本当に、まあ、そんなに体格は良くないのですが、もう飛距離はもうアメリカツアーで 1-2 を争う選手なので、彼から学べることっていうのはたくさんあります。で、まだまだ、説明ができてない部分もあるんで、それはまあ他の部分とちょっと関連してくるので、グリップだけでの説明は、今回はこれ以上とさせていただきます。まあまあ長い動画にはなりましたが、視聴ありがとうございます。では次回のレッスン動画で会いましょう。それでは。